会場まで行けたら乗っていく、前2人乗って。月に3回ぐらいでいろんなところあちこち、まあ、近場が多いんですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。小さめの人を見て、味噌スープ、はい、汁嬉しいです、私としては。コンセプトとしては、この頭島自体に夏の終わりに神社の境内から島中を灯籠を並べて夏の終わりをみんなで感謝しようっていう風習があったんですけど、それがまあ昭和から少しずつ少なくなっていて、今は全くない状態だったのを現代に蘇らせて、また島の人たちとか外島の人たち含めてみんなで夏の終わりをお祝いしようというコンセプトで、はい、やっております。フランス人です。はい、前は広島に住んでて、で自分のパートナーはここお母さんとか家族が住んでて、たまに遊びに来て、でちょっと地域おこし協力隊になりたいと思ってここに来ました。やっぱりここいろいろありますけど、ちょっと備前はすごいポテンシャルというか、すごい素敵な街だと思うんですけど、もっと知られるためにちょっといろいろプロジェクトとかもやってます。フランスからインフルエンサーさんを呼んでちょっとツアー一緒にやりました。でちょっと今からもう今さ最後の1年なんですけど、またちょっとプロジェクトをやりたいなと思ってて、ちょっと今から頑張ってます。じゃあ行きますね。はい、もういつもこちらの頭島で走らせてる感じなんですか？いや、普段は兵庫県の赤穂市で、昼間に備前市役所さんの要望で、はい、日生から頭島行ったり来たりしてて、はい、で今は夜こうやって人が歩きそうから、はい、ちょっとボランティア的な感じで、あ、なるほど、うん、送迎させてもらうと。そうか知らへんけど、こっからね、降りてつくつく通ったら海とね、はい、緑とってすっごい綺麗なんですよ。絶景。
もう本当に頭島、沖縄の島ですが、日本も大きく見たら島国なのでね、島の心を歌った曲でございます。はい、あ、すいません、お願いします。
はい、どうもね。じゃあ海ラボ行って聞いてみればいいですか。はい、お願いします。はい、ここらで U ターンすればいいですか。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、出ました。870の方いらっしゃいますか。870の方、こちらにね、手を挙げてお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。市はあのもちろんあのご来場いただいたお客さんはもちろんだいぶ増えたっていうのもあるんですけども、あのスタッフの数、関わってくれる人の数が増えたというところで、しんどさという面はだいぶ軽減はされているので、本当に一重に皆さんのお力添えのおかげだなと思っております。はい、来年はどんな感じにしたいですか。来年はもっとこう幅広くいろんなコンテンツをちょっと増やしていきたいなと思ってます。ちょっと個人的な意見にはなるんですけども、島の上空から気球でこの島を一望できるような企画とかをやってみたいなと思ってます。はい、じゃあまた来年も引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひお越しください。